ネルソン・エディはアメリカ合衆国の声楽家、俳優である。ロードアイランド州プロビデンスで生まれ、14歳で両親が離婚した後は独学で声楽を学んでいる。1922年にバリトン歌手として舞台デビューし、オペラ出演やコンサート出演、ラジオ出演を重ねる。1933年メトロゴールドウィン・メイヤーと契約して映画デビューを果たした。 1935年、初の主演作、浮かれ姫君で、ジャネット・マクドナルドと共演し、その後二人のコンビ作は8作品に及んでいる。1942年マクドナルドと共演した、アイ・マリード・アン・エンジェルの主演を最後に7年間、過ごした MGM を離れた。ユニバーサル・ピクチャーズで2作出演の契約をし、1943年、ユニバーサル1作目として、 テクニカラー大作、オペラの怪人に、アナトール役で主演した。この映画では、クロード・レインズが怪人役、スザンナ・ホスターが、クリスティーヌ役を演じた。1944年、ユニバーサル2作目の、ホロー・ザ・ボーイズでは、マクドナルドと再び共演したが、エディは、オペラの怪人の出来に気を悪くして、エディもマクドナルドもそれ以上の契約更新はしなかった。 50年代以降も、レコーディングテレビ出演などで、精力的に活動したが、1967年、パームビーチのホテルのショーに出演中の一血のため、亡くなった。ありがとうございます。